はい、皆さんこんにちは、ロバです。今日もよろしくお願いします。久しぶりに映画について話したいと思います。なぜかといえば、しばらく前から、なんかネットフリックスで見られるフランス映画の、トップ5動画を撮ろうとずっと思ってるんですが、なんかネットフリックスで見られる映画ってなんか更新されてて変わっていきますね。それで先週調べてみたら、ここ数年間のなんか本当に一番気に入ったフランス映画が、見られるのに気づきまして、そのついでにその映画も、自分のトップ5も、紹介させていただきます。いつも通りにコメントもいいねボタンもチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めましょう。ロバ君始まります。一本目、La Nuée Murée、2020年公開された、ジュス・フィリポ監督の珍しいフランスのホラー映画と言いながらも、賢くて深い政治的な意味も含まれる作品だと思います。母子家庭の母親のヴィルジニーさんが、ヤギの畜産で、なかなか稼げず、その代わりに同じ農場で、今度はなんか食用と他の、畜産用のバッタ、ムシね、畜養することにしますが、それでも、不尿意から脱出できず、自分の子供のために何とかしようって思ってちょっと狂気になって、過激なことをしてしまいます。でそれでホラー映画になります。ネタバレにせずに説明するのは難しいですね。実はフランスでね、なんか数十年前からずっとそうなんですけれども、特にここ20年間かな、不景気によって貧しくて生活が辛くなった人々が多いんですね。多くなってきました。でその中には、自営の農家たちが特に辛い立場になっています。なんか、小さい農場を耕しながら、農業の、多国籍企業と、流通の、大会社と戦っていて、しかも、農家というより、その大会社の味方であるフランスの政府と欧州連合がなかなか手伝ってくれませんので、稼げなかったせいで自殺してしまう農民が、年に400人超えています。人間ってひどい目に遭うと、なんか何とかしようというか、なんか生き残ろうとして、極端に暗いことをしてしまいかねませんね。でこれから個人的な意見なんですけれども、ある意味この映画のなんか本物の化け物は、人間でも動物でも鬼でもなくて、そんなひどい状況を生み出した経済体制、ということは資本主義ですかね。だと言えると僕が思ってるんですね。ということはなんか本当に激しくて引き込ませるジャンル映画である一方、難しい、社会的な問題について考えさせる非常に面白い映画だと思います。実は、なんか、フランス映画のあまり見ていないフランス人の中には、最近のフランス映画って、なんかバカすぎて楽しくないコメディか、パリのブルジョアのつまらない話しかないっていう偏見を持っている人が多いんですが、そういうフランス人に言いたいことがあります。この映画を見ていない限り、最近のフランス映画がつまらないと思う権利を持ってない。見てもらってからお前らの意見を聞いてやるぜ。すいません。勢いで失礼しました。ぜひぜひラヌエ・ムレをご覧くださいませ。2本目、同じく2020年公開されたジャン・パスカル・ザディとジョン・ワックス監督の Tout simplement noir、 俺はマンデラになる。最近みんな敏感すぎて何についても冗談できなくなってきた
ていうのをよく聞いてるんですが、その映画はこの意見が完全に間違ってるのを表したと思います。変わってきたのは、なんかその言ってる冗談によって、本の答えが出てくることだけだと思います。まあもちろんその本能の中にはなんか激しすぎる答えがあったりしてて、フランスの人種差別などなんかそういう社会的な問題について、笑わせるのが簡単なものではないんですが、この映画はなんか楽しくてバカらしいコメディであるのに加えて、なんか真面目になりすぎず、フランス生まれ育ちの黒人のフランス人から言った、なんかいくつかの面白い点が伝わると思ってて、なんか冗談できなくなってきたわけでもないんですね。うん。まあフランスの社会をよくわからないといくつかの少しわかりづらいところがあるかもしれませんが、まあ言い換えるならフランスの社会について興味があればぜひぜひ見てほしい映画ですね。うん。なんか際どい話題について、実証をうまく使った非常に楽しくて面白い作品ですね。なんか正直に言うと日本人の皆さんの、この映画に関する感想や質問を特に楽しみにしています。3本目、2021年公開されたマダム・クロード、カロル・ロシェさんが出演した、シルヴィ・ヴェレット監督の、その実在したマダム・クロードの話を語る映画です。売春婦から売春宿の社長になって、政財界をもてなしたりしてて、政治的な不祥事にすら関わったことがあるらしいです。俳優としてなんか優しい人物を演じると、その人間の闇の部分も考え出して、逆に悪人を演じたらなんかその人物の光ってるところも見つけるようにします。まあ主役のカロル・ロシェさんとシルヴィ・ヴェレット監督がそれは非常にうまくできたと思います。なんか悪いことを犯したのを隠さず、その闇の中で活躍している人物のなんか誠実な優しさと答えを見せるのがその映画の特徴だと思います。4本目、2018年公開されたフレッド・カヴァイエ監督のルジュ・ザ・ゲーム・セキララな宴、イタリア人の監督のパオロ・ジェノベーゼさんの、ペルフェット・スコンシュッティ、すいません、イタリア語を全く勉強せずにちょっと申し訳ないんですけれども、まあその映画を原作とした、単純に楽しいコメディです。あるハウスパーティーで全員の携帯を、なんかテーブルの真ん中に置いて呼び出し音をオンにして、用事かかってくる電話と、ショートメールを、なんか全員に共有することになります。まあ、特に考えさせるところがないんですが、出演者の全員は、なんか演技がめちゃめちゃうまくて、ある意味さすがフランスのうまくできた、楽しいコメディです。5本目、2022年公開されたジャン・ピエール・ジェネ監督のビッグ・バグ。2045年。普及されている家庭用のアンドロイドがいきなり人類に歯向かったところ、仲のそれほど良くない家族や友達や隣人がアリスさんの家を出られなくなります。まあ自分の生み出した AI に裏切られる人類の話の映画は、もうすでに何本も作られたんですが、以前感想動画を出したアメリと、特に気に入ったラシテデザンフォンペアデュロストチルドレンの監督がさすがに面白い世界観に加えて、まあ今回はサイファイというよりなんか人間の卑怯さを表す面白いコメディを作ってくれました。この5本の映画の中の、すでにご覧になってるのも、まあ、その動画を見て興味になったのも、ぜひぜひコメントで教えてください。最後までご覧いただいてありがとうございます。次の動画で会いましょう。